ヨハンフリードリヒビルヘルム・アドルフ・ホンバイヤーは、ドイツの科学者。色料のインディゴを構成した。1905年に、有機染料及び、ヒドロフォー向属化合物の研究によって、ノーベル化学賞を受賞した。ベルリンに生まれ、ベルリン大学で、最初数学と物理学を学んだが、ハイデルベルク大学に移って、ロベルト文ン,ンの下で化学を学んだ。 ハイデルベルクのアウグスト・ケクレの研究室で学び1858年学位を取得した。ケクレがヘント大学に移ると、バイヤーもそれについていった。1860年ベルリン商科大学の講師になり、1866年ベルリン大学の助教授を経て、1871年、ストラスブール大学の教授になった。1875年ユストゥス・フォン。 ディービッヒの後を継いで、ミュンヘン大学の科学の教授になった。1881年、王立協会からインディゴの合成に対して、デイビーメダルを授与され、1885年には王立協会の外国人会員に選出された。1912年、エディオット・クレッソンメダル受賞。バイヤーは、もともとの名は、ヨハン・フリードリッヒ・ウィルヘルム・アドルフ・バイヤーだが、生涯を通して、 常にアドルフ・バイヤーと名乗った。50歳の誕生日に貴族を接襲し、アドルフ・フォン・バイヤーに改名した。バイヤーの主な業績は、植物性染料インディゴの分析と、化学合成、フタレイン染料の発見、ポリアセチレン、オキソニウムジオ、ニトロソ化合物の研究、尿酸誘導体の研究である。またインディゴの合成に成功した3年後の1869年には、 インドールの正しい化学式を示した。理論科学の分野では三重結合に対するバイヤーの歪み理論を提出した。1871年、酸性化で無水フタル酸とフェノールからフェノールフタレインを合成する方法を発見した。同年、バイヤーは無水フタル酸とレゾルシノールから蛍光式ソフローレゼインを合成した。当初バイヤーはこれに レゾルシンフタレーンと名付けた。また、シュードモナス族の蛍光菌が産するピオベルジンという色素の名で呼ばれることもあった。これをフルオレ繊維と呼ぶようになったのは1878年以降のことである。1872年にはフェノールとホルムアルデヒドの反応を研究した。これは後に合成樹脂の一つベイクライトとしてレオベイクランドによって実用化された。 ありがとうございます。